はい、コンプリートコントロールの解説第2回目となります。今回はですね、ブラウズ機能といって音色をですね、簡単に探して管理することができるものをご紹介したいと思います。まずサンプル楽曲用意していますので、こちら聴いてみてください。こんな形になっていまして、このリフ部分。これですね、コンプリートコントロールを使ってこのように音色を探してみました。実際ですね、どのような手順を踏んだかお見せしたいので、一度ですねこれをオフにしてしまいましょう。で、再度ですねコンプリートコントロール立ち上げます。これがですね初期状態となっています。まずですね、音色を探すブラウズ機能なんですけども、このコンプリートコントロールのこの右からアクセスできます。ブラウズと書いていますので、こちらを押すとですね、こういった形で並んでいます。で、こちら見ていただきますと、オールインストゥルメンツと書いてありまして、このようにコンプリート10のですね、製品がですね、並んでいます。このダイヤルを回してですね、どれにしようかというものを決めることができます。例えばそうですね、マッシブ行ってみましょうか。まずダイヤルでこんな感じで製品を合わせます。ダイヤルでですね、マッシブに合わせた後に、このダイヤルをですね、上から押すこともできます。これが決定ボタンになっていますので、押してみますね。こういった形ですね、中に入ることができると。あとはですね、またダイヤルを回して、こんな感じでどれにしようかと、カテゴリーを選んでいきます。今はじゃあマッシブの1ですね。これでまた確定ボタンを押すと、この中のですね、タイプで選ぶことができます。ベースだったりとか、シンセリードだったりとか、様々なものを選択することができるという形ですね。で、ちょっと見ていただきたいのはこの右部分なんですけども、光っているものと光ってないものがありますよね。これどういうことかと言いますと、光ってないものはですね、押しても今意味がないということですね。逆に光っているものに関しては、押すとですね、何かしら反応があると。いうことになっていまして、今上下矢印光ってますよね。これちょっと押してみますと、上を押すとですね、先ほどのですね選択画面に戻りました。この時下を押すとどうなるかと言いますと、こんな感じですね、モードというものに切り替わりまして、奏法だったりとか音色のですね特性から選ぶことができます。そしてですね、この下で選ぶところなくなりましたので、下の矢印も消灯していると、そういう考え方となりますね。タイプに戻りまして、この中からですねシンセリードを選んでみましょうか。ここでですね確定を押すとですね、またシンセリードの中でもどういうものがいいかというものを選択することができます。ではここでですね、ダーティー選んでみましょう。こんな形になります。で、あとはですね、音色を選んでいくだけなんですけども、ちょっとダーティーじゃない方がいいと思った場合は、バックを押していただくか、また左矢印を押していただいて戻りまして、このダーティーに合わせてもう一回決定ボタンを押すとですね、こんな感じで選択を外すこともできるという形です。こんな感じですね。さらにちょっとこれだけで多いので、一旦戻りまして、このモードドライを選んでみる。そうするとですね、だいぶ絞り込みが行えますよね。そしてこれを呼び出すには右を押せばいいので、こんな感じ。あとはですね、この中から選んでいけるということです。プリセットの決定の仕方も同様で、こちらダイヤルを押します。はい、そうするとこんな感じで読み込まれますので、一度これ聞いてみましょうか。こういったものとなります。ちょっと違うかなと思いましたら、どんどんプリセット切り替えていけるんですけども、もう一度ブラウズボタンを押してですね、次のプリセットというのもいいんですけども、この状態でですね、上下のプリセットボタン点灯しますので、わざわざもう一度このようにブラウズを開かなくてもですね、プリセット簡単にこう切り替えることができるというものですね。それでは一回これ再生しながらですね、聞いてみましょうか。こんな感じで選んでいけるということです。そしてですね、今見ていただいたのはですね、もう特定のソフト申請をですね、決めて呼び出していました。で、コンプリートコントロール、もう一つ何ができるかと言いますと、特に製品を決めずにですね、コンプリート10に入っている1万2000のサウンド、もしこれがですね、アルティメイトでしたら1万7000というサウンド、この膨大な中からですね、最適なサウンドをすぐに探すことができるというものです。これはですね、今までの解説と同じ考え方でできます。まずブラウズボタンを押してください。今、オールインストゥルメンツになっていますけども、こちらですね、下の矢印を押してタイプを選びます。そして今ですとタイプいろいろついてますので、一回これ消してしまいましょう。またモードもですね、先ほどのドライ残っていますので、こちら下矢印を押してモードも一旦外しましょう。はい。これでですね、ネイティブインストゥルメンツの製品すべてがですね、表示されていることになります。で、その次に先ほどと同じシンセリード、まずこちら絞り込みをかけて、どういうものがいいかというのを選択します。そうですね、シンクリードを見ていきましょう。もうこの時点でもですね、かなり多いので、もう少し絞り込みたいといった方はですね、もう一度左を押していただいて、奏法だったりとか形式で選んでいくことができます。今はですね、特に指定せずにですね、一回行ってみましょうか。先ほどと同様です。プリセットを選択します。そうするとですね、このような製品が選ばれました。一度これ聞いてみましょうか。もう先ほどと同様にですね、もう決定してしまえば、このブラウズ立ち上げる必要はありませんので、あとはこのプリセットでですね、聞いていくことができるといった形です。
このようにですね、製品にとらわれずですね、いろいろなとこからですね、目的のものを探すということでですね、非常に優れたものになってるんじゃないかなと思います。今回ですね、こんな感じの音にしてみました。ちょっとですね、1オクターブ上げてみましょうか。これ聞いていただくと、一回混ぜてみましょう。そして前回の動画でも伝えたんですけども、 DAO の場合ですね、いくつでもこのコンプリートコントロール立ち上げることができると。で、何かですね、コンプリートコントロールでまた違うものを打ち込みたいと思った時にちょっと注意点があります。今ですね、ブラウズをもう一度開いて新しく音色を決めようと思った時なんですけども、ここで変えてしまうとですね、このリフが変わってしまいます。どのようにですね、こう複数を切り替えるかと言いますと、こちらですね、切り替えたいコンプリートコントロールの右上ですね、鍵盤マークがありますので、こちらクリックして点灯させると、今ハードでいじれるものですね、選択を切り替えることができますので、このあたりも覚えていただければと思います。そしてですね、最後にご紹介したいのがこのですね、ユーザーですね。例えばご自身でこうマッシブで作成されたプリセットだったりとか、FM8 だったりとか、このあたりのプリセットも読み込むことができます。この手順に関してですね、説明を行わせていただきます。ここではですね、このマッシブのサウンド、これをですね、コンプリートコントロールで読み込んでみたいと思います。こちらをまず立ち上げまして、ファイルありますので、こちらセーブアズを押します。こういったものが出てきます。これはですね、いつもご自身で保存されている場所を選択していただければと思います。で、中にはですね、保存場所特に意識していないという方もいらっしゃると思うので、このあたりですね、記事の方にデフォルトの場所というものを書いておきますので、そちらをご参照いただければと思います。今はですね、書類の第一階層にこのパッドと名前をつけて保存してみます。そして書類に行ってみますと、このようなものがあります。この読み込みたいプリセットを移すことになります。Mac ですとデフォルトのハードディスクですね。そしてユーザー名、書類の中のですね、これネイティブインストゥルメンツというものがありますので、この中のユーザーコンテンツ、この中に先ほどのものをですね、入れていただければ OK ということになります。で、これが Windows の場合はユーザーで、ユーザー名、で、マイドキュメント、そしてネイティブインストゥルメンツ、ユーザーコンテンツ、このネイティブインストゥルメンツ以降は同じとなります。で、このような状態が整いましたら、コンプリートコントロールの方を立ち上げてみます。そして次なんですけども、先ほどのフォルダをスキャンする必要があります。ここの逆三角形をクリックしていただきまして、エディット、そのプリファレンスというものがありますので選択してください。この中ですね、音色管理しているものが出てきます。で、ファクトリーはデフォルトのものですので、今回ユーザーの方を選択してください。そして、こちらですね、ユーザーコンテンツ今選ばさってるんですけども、もうフォルダーごとですね、新しく追加してしまいたいということもできます。このアッドボタンを押してですね、どのフォルダーを追加するのかというのを決めることもできます。そしてちょっと補足なんですけども、このユーザーコンテンツの中にですね、バッテリーのプリセットだったりとか、マッシブ FM8 とか増えていくとですね、どれがどれだかわからなくなってしまう場合がありますので、こういった場合ですね、この第一階層に名前を付けてしまってもいいと思います。こんな感じですかね。このマッシブの中にですね、今のプリセットを入れてしまう。これでもですね、認識することができますので、覚えておいていただけたらと思います。ということで、これをですね、リスキャン、もう一度読み直すということですね。行うとですね、何ができるかと言いますと、これユーザーのところにですね、先ほどのものが出てきます。で、これ読み込みまして、サウンド鳴らしてみますと、はい、同じサウンドを再現することができると。これですね、ソフトや保存形式によってですね、読み込むことができなかったりするものありますので、詳しくはですね、記事の方に書いておきたいと思います。といった形でですね、今回音色の読み込み、管理だったりとかを解説してきました。次回はですね、読み込んだ音色を編集したり、コントロールしたりとか、このあたりの解説を言ってみたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。